イリーナ・ムツオブナ・ハカマダは、ロシアの政治家。学歴は、モスクワ大学経済学部大学院修了。学位は、経済学修士。元ロシア会員副議長。日本人の父を持つ。1955年4月13日、モスクワで1939年に、ソ連に、政治亡命した、ハカマダ・ムツオとロシア系アルメニア人の母・ニーナ、サイニルニコーバの間に生まれる。 母親は、ダゲスタンのレズギン人の血も引く。日本共産党副委員長の袴田里美はおじに、青山学院大学名誉教授の袴田茂木は、イボ兄にあたる。1978年、パトリスルムンバ名称民族、友好大学外国経済学部を卒業する。1981年、モスクワ大学経済学部大学院修了。学生時代から、 父親と共産主義に反発し、後に市場経済主義者となった。ソ連国家計画委員会研究所勤務を経てビジネスの道に入り、1989年にロシア商品取引所の設立者の一人となる。その他、株式取引所情報研究センター所長、ロシア国民商業銀行、経済通信社設立などに参加する。1992年に、 経済自由党を結成、同年12月に初期長を経て共同議長に就任する。1993年12月、連邦議会会員選挙に小選挙区から立候補し、ロシアの選択の支持を得て当選した。以後3期当選している。会員経済政策委員会に所属した。1994年、女性リベラル財団議長。1995年12月、 会議,議員に再選する。1997年に、ロシア連邦中小企業支援、発展国会委員会議長に就任する。1999年12月の会院選挙に備え、セルゲイ・キリエンコ、ボリス・ネムツオフらと共に、右派連合を結成し、共同議長に就任した。会院選挙では参戦を果たし、会員副議長に選出される。 また同年ロシアビジネス円託会議運営会議員に就任した。しかし、2003年12月の会員選挙で、右派連合は議席確保に必要な5%の得票率を超えることができず、小選挙区でも袴田は会議長だったゲンナジー・セレズニョフに敗れた。2004年の大統領選挙にも立候補した。2006年に活動を開始した。 ロシアの野党など政府反対勢力の連合、もう一つのロシアのメンバーである。袴田は、ロシアの将来像としては欧米型の民主的な法治国家を施行し、大国主義を否定している。そのための政治システムとしては、現行の強力な大統領制より、議員内閣制を導入することを主張している。ありがとうございます。